気持ちが伝わる日本語会話、基本表現180ユニット4181焦る 1, 1レポートの締め切り金曜日までなんだけど、全然書けなくて焦ってる。何のレポートレポートの締め切り金曜日までなんだけど、全然書けなくて焦ってる。 何のレポートレポートの締め切り、金曜日までなんだけど、全然書けなくて焦ってる。何のレポート二。2 2> 焦るなあと一時間しかないよ。大丈夫何か手伝おうか焦るなあと一時間しかないよ。大丈夫 何か手伝おうか焦るなあ,あと一時間しかないよ。大丈夫何か手伝おうか八十二。テンパってる。一。何テンパってるの社長にせかされて。焦るよ。何テンパってるの社長にせかされて。 焦るよ。何テンパってるの社長にせかされて。焦るよ。2。2> プレゼン午後からだね。大丈夫もうテンパっちゃって大変ですよ。プレゼン午後からだね。大丈夫もうテンパっちゃって大変ですよ。 プレゼン午後からだね。大丈夫もう、テンパっちゃって大変ですよ。ユニット4283宿泊1普段手紙なんか書かないから辞書引きながら宿泊して書いたよ。私も手紙はあんまり書かないな。 普段手紙なんか書かないから、辞書を引きながら宿泊して書いたよ。私も手紙はあんまり書かないな。普段手紙なんか書かないから、辞書を引きながら宿泊して書いたよ。私も手紙はあんまり書かないな。2. 2彼のために周りが宿泊してるのに、 本人はまるで人ごとのようです。困ったもんですね彼のために、周りが宿泊しているのに、本人はまるで人ごとのようです。困ったもんですね彼のために、周りが宿泊しているのに、本人はまるで人ごとのようです。困ったもんですね 八十四、必死。一、作品出したまだ、今必死でやってる。宿泊してるよ。作品出したまだ、今必死でやってる。宿泊してるよ。 二、もう必死で本読んだけど、ちんぷんかんぷん。わかるよ、私もそうだもの。もう必死で本読んだけど、ちんぷんかんぷん。わかるよ、私もそうだもの。もう必死で本読んだけど、ちんぷんかんぷん。わかるよ、私もそうだもの。 ユニット4385ギリギリ1とりあえず時間ギリギリまで粘ろうそうですねとりあえず時間ギリギリまで粘ろうそうですねとりあえず時間ギリギリまで粘ろうそうですね 今の仕事どうきつそうだけど。うん。続けられるかどうか、ギリギリの状態だね。今の仕事どうきつそうだけど。うん。続けられるかどうか、ギリギリの状態だね。今の仕事どうきつそうだけど。うん。続けられるかどうか。 ギリギリの状態だね。86、切羽詰まって。1>, 1、ごめん、レポートの提出で切羽詰まってて、とてもいける状況じゃないんだ。へえー、そうなんだ。わかった。頑張ってね。ごめん、レポートの提出で切羽詰まってて、とてもいける状況じゃないんだ。 へえー、そうなんだ。わかった。頑張ってね。ごめん。レポートの提出で切羽詰まってて、とてもいける状況じゃないんだ。へえー、そうなんだ。わかった。頑張ってね。2, 2ギリギリまで頑張ったけど、もうダメ。いいよいいよ。いいよ あまり切羽詰まってやってもいいものできないよ。ギリギリまで頑張ったけど、もうダメ。いいよいいよ。あまり切羽詰まってやってもいいものできないよ。ギリギリまで頑張ったけど、もうダメ。いいよいいよ。あまり切羽詰まってやってもいいものできないよ。ユニット44 87. 手が回らない。1。1> アルバイトを雇うんですかええ。お客さんの数が増えて、一人では手が回らなくなったんです。アルバイトを雇うんですかええ。お客さんの数が増えて、一人では手が回らなくなったんです。アルバイトを雇うんですかええ。 お客さんの数が増えて、一人では手が回らなくなったんです。2. 新しいカーテンは買いましたかい,いえ、まだです。今仕事がすごく忙しくて、家のことまで手が回らないんです。新しいカーテンは買いましたかい,いえ、まだです。今仕事がすごく忙しくて、 家のことまで手が回らないんです。新しいカーテンは買いましたかいえ、まだです。今仕事がすごく忙しくて、家のことまで手が回らないんです。88、身動きが取れない。1、1> 週末どこか美味しいものを食べに行かないごめん。 今、忙しくて身動き取れない状態なんだ。週末どこか美味しいものを食べに行かないごめん。今、忙しくて身動き取れない状態なんだ。週末どこか美味しいものを食べに行かないごめん。今、忙しくて身動き取れない状態なんだ。に そんなにいろいろ抱えてたら新しいことには手が回らないでしょう確かに。身動き取れないよ。そんなにいろいろ抱えてたら新しいことには手が回らないでしょう確かに。身動き取れないよ。そんなにいろいろ抱えてたら新しいことには手が回らないでしょう確かに。 身動き取れないよ。ユニット4589どうにかこうにか 1, 1辛かったと思うけどよく頑張ったね。うん。まあ、どうにかこうにか立ち直れたよ。辛かったと思うけどよく頑張ったね。うん。まあ。 どうにかこうにか立ち直れたよ。辛かったと思うけど、よく頑張ったね。うん。まあ、どうにかこうにか立ち直れたよ。二、息子さん、立派になりましたね。どうにかこうにか、人を頼らないで、自分のことは自分でできるようになりました。 息子さん、立派になりましたね。どうにかこうにか、人を頼らないで自分のことは自分でできるようになりました。息子さん、立派になりましたね。どうにかこうにか、人を頼らないで自分のことは自分でできるようになりました。九十泣きたくなる 1>, <ítulo> 1. 本当にもう泣きたくなるよ。どうしたのそんなに怖い顔して。本当にもう泣きたくなるよ。どうしたのそんなに怖い顔して。本当にもう泣きたくなるよ。どうしたのそんなに怖い顔して。2. 会社は倒産したけど、どうにかこうにかやってます。大丈夫です。よかった。でもいきなり倒産だなんて泣きたくなるよね。会社は倒産したけど、どうにかこうにかやってます。大丈夫です。よかった。でもいきなり倒産だなんて泣きたくなるよね。 会社は倒産したけど、どうにかこうにかやってます。大丈夫です。よかった。でもいきなり倒産だなんて泣きたくなるよね。ユニット4691何それ ?1 また税金が上がるんだって。何それこの間あげたばっかりじゃない。 また税金が上がるんだって。なにそれ、この間あげたばっかりじゃない。また税金が上がるんだって。なにそれ、この間あげたばっかりじゃない。2, 2仕事が遅いってなにそれ、こんなに一生懸命やってるのに。ほんとだよね。 仕事が遅いって何それこんなに一生懸命やってるのに。ほんとだよね。仕事が遅いって何それこんなに一生懸命やってるのに。ほんとだよね。92イラッとする 1, 1最近イラッとすること多くない何それ 私が何か問題あるみたいじゃない。最近、イラッとすること多くない何それ、私が何か問題あるみたいじゃない。最近、イラッとすること多くない何それ、私が何か問題あるみたいじゃない。二<に>、あのアルバイトはちょっと失礼なところがありますね。 へえ、田中さんでも、人の態度にイラッとすることあるんだね。あのアルバイトは、ちょっと失礼なところがありますね。へえ、田中さんでも、人の態度にイラッとすることあるんだね。あのアルバイトは、ちょっと失礼なところがありますね。へえ、田中さんでも、人の態度にイラッとすることあるんだね。 ユニット4793よく言う 1, 1どうしていつもすぐ返事をくれないのよく言うよ、こっちのセリフだよ。どうしていつもすぐ返事をくれないのよく言うよ、こっちのセリフだよ。どうしていつもすぐ返事をくれないの よく言うよ。こっちのセリフだよ。二。僕の責任だってよく言うよ。何も知らないくせに。だってそうでしょ僕の責任だってよく言うよ。何も知らないくせに。だってそうでしょ僕の責任だってよく言うよ。 何も知らないくせに。だってそうでしょ ?94、勘弁。1、1> 毎晩遅くまで飲んで、勘弁してよ。こっちは子供の世話で大変なんだから。ごめんごめん。めん毎晩遅くまで飲んで、勘弁してよ。 こっちは子供の世話で大変なんだから。ごめんごめん。毎晩遅くまで飲んで、勘弁してよ。こっちは子供の世話で大変なんだから。ごめんごめん。二。また僕が掃除するの忙しいのに勘弁してほしいな。よく言うよ。この前サボったでしょ。 また僕が掃除するの忙しいのに勘弁してほしいな。よく言うよ。この前サボったでしょまた僕が掃除するの忙しいのに勘弁してほしいな。よく言うよ。この前サボったでしょユニット4895それはない これはない。あれはない。一。これはないよね。やっぱり問題だよ。そうだね。これはないよね。やっぱり問題だよ。そうだね。これはないよね。やっぱり問題だよ。そうだね。二。彼。 いきなり明日から来なくていいって言われたんだって。ええー、ひどい。それはないんじゃない彼、いきなり明日から来なくていいって言われたんだって。ええー、ひどい。それはないんじゃない彼、いきなり明日から来なくていいって言われたんだって。ええー、ひどい。 それはないんじゃない九十うっとうしい。一このコマーシャルうっとうしいね。ほんと、さっきから何回もやってるよ。このコマーシャルうっとうしいね。ほんと、さっきから何回もやってるよ。このコマーシャルうっとうしいね。 ほんと。さっきから何回もやってるよ。もうほっといて、あれこれ言われてもうっとうしいだけ。それはないでしょ心配して言ってるのに。もうほっといて、あれこれ言われてもうっとうしいだけ。それはないでしょ心配して言ってるのに。もうほっといて、 あれこれ言われても鬱陶しいだけ。それはないでしょ心配して言ってるのに。ユニット4997最悪 1, 1あんな人と一緒に仕事しなければならないなんて最悪。まあ、少しの間だから。 あんな人と一緒に仕事しなければならないなんて最悪。まあ、少しの間だから。あんな人と一緒に仕事しなければならないなんて最悪。まあ、少しの間だから。2. 最悪。雨降ってきたのに傘持ってこなかったし、財布を忘れてきちゃった。ついてないね。 最悪、雨降ってきたのに傘持ってこなかったし、財布を忘れてきちゃった。ついてないね。最悪、雨降ってきたのに傘持ってこなかったし、財布を忘れてきちゃった。ついてないね。98、何々の方がまし。1>, 1、彼は、 結婚相手としてどう思う？ないない。彼と結婚するくらいなら、ずっと独身の方がマシ。彼は結婚相手としてどう思う？ないない。彼と結婚するくらいなら、ずっと独身の方がマシ。彼は結婚相手としてどう思う？ないない。彼と結婚するくらいなら、ずっと独身の方がマシ。 最悪、こんな成績が記録に残るなら、出場しなかった方がマシだったな。そんなことないよ。最悪、こんな成績が記録に残るなら、出場しなかった方がマシだったな。そんなことないよ。最悪。 こんな成績が記録に残るなら、出場しなかった方がましだったな。そんなことないよ。ユニット5099話にならない1社長は人の意見を聞くつもりなんかないからね。話にならないよ。そうなんだよね。 社長は人の意見を聞くつもりなんかないからね。話にならないよ。そうなんだよね。社長は人の意見を聞くつもりなんかないからね。話にならないよ。そうなんだよね。二、求人広告を出したけど、応募してきた人はみんなダメ。全然話にならなかった。 そうなんだ。求人広告を出したけど、応募してきた人はみんなダメ。全然話にならなかった。そうなんだ。求人広告を出したけど、応募してきた人はみんなダメ。全然話にならなかった。そうなんだ。100、ありえない。1、 このシャツどうお父さんに。ありえない。色もデザインも全然違うと思う。このシャツどうお父さんに。ありえない。色もデザインも全然違うと思う。このシャツどうお父さんに。ありえない。色もデザインも全然違うと思う。二 この給料ありえないよね。これだけ働いて。ほんと、話にならない。一緒に辞めようか。この給料ありえないよね。これだけ働いて。ほんと、話にならない。一緒に辞めようか。この給料ありえないよね。これだけ働いて。 ほんと、話にならない。一緒にやめようか。